はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、実はですね、公式の画像でですね、はい、今年の、10月、11月に、はい、発売されるんじゃないだろうかと言われていた、はい、ジョーダンシリーズがですね、そうですね、はい、一挙にちょっと情報出てきておりまして、はい、でですね、まあ、これはまあ、ホリデーシーズンというような形にはなるかと思うんですけども、はい、まあ、こちらの方をちょっとね、はい、紹介していきたいな。まあ、ちょっと僕らが気になるのをピックアップしたいなって思ってるんですけど。そうですね、数が多いのでね。あ、そうですね。はい、今日は音楽情報あるんですか？音楽情報ないんですけど、はい、全てファッションの話でいこうか。あ、ファッションの話ですか？はい。ノースフェイスと、はい、グッチのコラボと、はい、ノースフェイスとマルジェラのコラボと、はい、あとちょっとマルジェラの、まあちょっとだけ少し話したいことがあるので、はい、話そうかなというふうに思うんですよ。はい。このチャンネルでは、2回ファッションに関するリーク情報や、最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、早速なんですけども、はい、もうこれですね、この写真がポンと欲しくという形で出てきて、はいね、はい、まあ、今年発売しますよということなんですよね。はい。はい、まあ、日程の方は出てきてないんですけど、はい、まあ、リーク情報をもとにですね、ちょっとお話していきたいなと思うんですけど。そうですね。はい、まず何からいきましょうか。まあ、サシコパックですね。サシコパック気になりますね。そうですね。はい。こちらの方がね、まあ、これ公式の写真になりまして、はい、エアジョーダン4の、まあ、サシコパックって言われているもので、はい、ディープオーシャンという名前のついてるものなんですけど、はい、こちらがね、まあ、一応ね、秋冬というふうになってまして、はい、また発売のね、日程っていうのが、ね、出てきてないんですよ。はい、リークでもなんですけど。それでですね、ちょっとね、これ面白い情報があるんですけど、はい、これね、アメリカで発売されないだろうっていうリークが出るんですよ。あ、そうなんですか。はい。でね、アジア限定っていうふうにね、書いてたんですよ。はい。まあ、ヨーロッパの方での発売もちょっと今とは分かんないんですけど、はい、アジア限定というか、ほぼね、日本のね、その古いテキスタイルからヒントを得ているデザインなんで、はい、多分日本での発売絶対あるかなっていうふうに思うんですけどね。これ欲しいですよ。はい。はい、なんですけど、まあ、こちら以前からね、ご紹介してまして、はい、まあ、シューレースが、赤であったりとか、はい、緑っぽいものがついているデザインになっているんですけど、これがね、一応ね、まあ、秋冬にリリースされるっていうことなんで、まあ、アメリカでのリリースがないっていうことは、まあ、日本でのリリースはすごく期待できるんですけど、日にちがね、全然わかんないんで、はい、まあ、これに関してはちょっと続報を待ちたいなっていう感じですかね。ね、はい。まあ、なんて言ったらいいですかね、なかなかちょっと面白い記事ばっかりですね。そうですね。なんかちょっと、はい、おばあちゃん家に行った時に座布団に、そうですね。記事があったりとか。はい、そうなんですよね。はい。まあ、左右全然違いますしね、デザインが。はい、そうなんです。そうです、ね。それがちょっと面白いですよね。はい。これに関しては、ね、まあ、詳細な日程といいますか、うん、分かればこちらご紹介したと思うんですけど、まあ、こうやってね、はい、公式で写真が出てきているので、今年発売されるっていうのはおそらくもう間違いないと思うので。そうですね。はい。はい、あと同じエアジョーダン4つながりで、はい、これね、もう僕今年後半、今のところこれが欲しいなと思ってるんですけど、ね、もうミシガン買えなかったんで、これ頼ませてっていう感じなんですけど、はい、こちらなんですけど、エアジョーダン4の、まあ、いわゆるファイアレッドと言われるもので、はい、1989年に発売されたモデルの、もうそのままのね、復刻にあるんです。はい、以前ですね、2006年と2012年に、ファイアレッドと言われる、ね、エアジョーダン4のモデルは一応復刻されてるんですけど、はい、かかとがね、ジャンプマンローで、ナイキエアではなかったんで、うん、1980年以来の、そのかかとがね、ナイキエアとなっているモデルでですね、うん、発売されるので、これはね、はい、ぜひとも欲しいなと、そうですね、思ってるんですよね。以前も言ったんですけど、はい、これジャンプマンロゴよりかはナイキエアの方が好きなんで、はい、まあもうちょっとこれ楽しみやなっていう感じなんですよね。はい、あとですね、これね、スニーカーズの方で特設ページが出てきてるので、はい、おそらく日本のスニーカーズの発売っていうのは間違いないと思うんで、間違いないでしょうね。はい、その時にまたね、オンラインチャレンジしたいなと思うんですけど、はい、こちらね、ジョーダンブランドからの公式の、画像ともに、発売の方が出てきてるかって言われたら出てきてないんですけど、海外のリーグでは、はい、11月27日、ブラックフライデーの方で発売するんじゃないかって言ってるので、はい、まあ、11月終わりぐらいに、まあ、正式な発売の、ね、情報ができたらいいなと思ってるんですけど、はい、それはね、おそらくね、一般の方の、なんで先もらってるねんっていうような投稿が出てくると思うので、はい、はい、まあ、そういうのをまたうまく情報キャッチして、こちらにご紹介したいなと思うんですけど、そう、今のところこれめちゃくちゃ欲しいです、僕。はい、いいですね。はい、はい、その他、はい、気になってるものって何かありますか？まあ、このエナベルのやっぱあれですよね、エアジョーダンハイの。ブラックゴールドと呼ばれるモデルなんですけど、はい、ブラックメタリックゴールドですね。そうですね。はい、以前からね、これちらもご紹介してるんですけど、かっこいいですね、これね。2003年に発売されたエアジョーダンミッドで、うん、まあ、このようなね、カラーウェイで発売されたものがあるんですけど、はい、それの、まあ、ハイトップバージョンといいますか、はい、まあ、エアジョーダンはハイとして発売されるんですけど、うん、こちらなんですけど、一応ね、これ、フォールウィンターっていう風になってるんですけど、海外のスニーカー系サイトのリークによりますと、はい、ブラックマンデー、
11月30日ぐらいですかね、はい、じゃないかっていうふうに来てました。なるほどなるほど、はい、なんで先ほど言ったエアジョーダン4が11月27日でこのねエナウェルのタイプがですね11月30日だとしたらですね、はい、その種やばいなっていう感じですよ ね、はい、僕ちょっとこれ欲しいんで、僕も欲しいですこれ。そうなんですよ、これコメント欄で以前気になるっていう方結構おられましたよね。そうですね、はい、なんでまあこうやって、ね、先ほども言ったんですけど、はい、こうやってあの公式のね画像出てきてるのでジョーダンブランド側から、はい、だからまあ発売はおそらくされると思うんですけど。そうですね。はい、まあ日本がどうなるのかっていう話なんですけどね。はい。はい。あの、その他でね、はい、僕とかだと気になっているので言うと、はい、あの、昨日のね、動画でもご紹介したものにはなるんですけども、はい、このあの、ダークモカの方と、はいはいはい、はい。ミッドナイトネイビーですね。はい、あの、この2足やっぱ気にはなりますね。そうですね。今のところリーグではね、これ10月31日の同日発売っていうね。はい、じゃないかっていう話なんですよね。はい、これ日本がね、どうなるかわかんないんですよね。そうですね。はい。はい、まあ、あの、こちらの方も情報出てきましたら、あの、お伝えしていきたいなと思うんですけども、あとまたこの間ね、はい、あの、ご紹介している1足にはなるんですけども、はい、このエアージョーダン3ですね。はいはいはい。コートパープルですね。はい、これもね、ちょっと、はい。地味に気になってるんですよ。はいはいはい。レイカーズカラーかと思いきや、フェニックスサンズカラーで来たってやつですよね。そうです、そうです。はい。これちょっとね、気にはなって。これもね、ちょっとね、面白い話がありまして、はい、これリークなんですけど、はい、以前ね、これキャンセルになって、それでまた電話取りであの発売されるっていう話になったんですけど、ね、はい、これね、北米というかアメリカの方ではね、はい、リリースされないんじゃないかっていうリーク来てました、ね。ああ、そうなんです。最近そういう話多いですね。はい、そうですよね。それ以外の地域って書いてたんで、うん、まあ、ヨーロッパであったりとか、はい、まあ、アジアでの発売になるのかなっていうのちょっと思うんですけど。そうなんですね。はい、まだその辺はまだ分かれば。はい。まあ、あの、今回ね、あの、全部で12足ほど出てきてはいるんですけども、はい、まあ、今後これが発売されるということなんですけども、はい、まあ、今回ね、僕らが欲しいやつで言うと、はい、まあ、今回ピックアップさせていただいた分にはなるんですけども、はい、まあ、あの、それ以外にもいろいろ出てきてますので、まあ、この中でね、はい、これ気になるなっていうのもしあれば、あ、はい、またあのコメント欄の方にね、はい、あの書いていただけたらなと思います。コメント欄の方に、はい、あの記述の方よろしくお願いします。ぜひお願いします。続いてあのファッションの話ですね、はい。ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、あのグッチのインスタグラムの方で、はい、本日付でこういうの出てきまして、はい、よく見たらノースフェイスとグッチがね、コラボをするんじゃないかっていう示唆する投稿やったんですよ。おー、なるほど。なんかね、フラッグって言いますか、の旗あるじゃないですか。はい、旗の方に、グッチとノースフェイスがこうコラボしてるかのようなデザインのグラフィックの旗がありまして、はい、それがね、風になびいてるようなね、動画とかもあったんですよ。はいはい、でそれを受けてですね、海外の、まあ、いわゆる、まあ、まあ、ファッション系のそのリークサイトであったりとか、はい、まあ、ファッションの、まあ、まあ、詳しいブロガーであったりとかの方たちがね、今回のこの、このコラボについて結構触れてたので、はい、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、ただですね、その、今後どうなるのか、どういったアイテムが出るのかっていうのはね、全く出てきてなくて、いわゆるこの、なんていうんですかね、まあトレーラーと言ってたらいいんですかね、うん、映画の。今後こういうのやるよっていうような投稿だったんで、はい、まあ、ちょっと面白いなと思うんですけど、はい、あの、グッチってね、アレッサンドラ・ミケーレになってからですね、はい、割とね、あの、トム・フォード時代に比べて、まあちょっとカジュアルダウンした感じのイメージがあるんですけど、はい、例えばこれグッチが、まあトム・フォードがね、まだデザインを担当してたら、ノースフェイスとのコラボ多分ないと思うんですよね。だって、テイストがね、明らかに違うんで、まあその、ミケーレになってから割とね、カジュアルダウンしたといいますか、まあ レトロなデザインといいますか、はい、になってるんで、まあそれで、まあノースフェイスのこのコラボちょっとあり得るかなって思いましたけどね、はいはいはい。まあ実際にこれ決まってる話なんですけど、はい、はい、これ余談なんですけど、はい、その、ミケーレがなってからグッチの売り上げもめっちゃ上がったらしいですからね。っていう話らしいですね。はい、らしいんですけど、はい。で、それ以外にですね、これまあご存知の方はちょっと多いと思うんですけど、はい、ちょっと見てないんですけど、MM6、あの、マルタンマルジャーの6って言われる、まあ、ウィメンズのラインがあるんですけど、はい、そちらとね、ノースフェイスのコラボするっていうのが、うん、今年の2月の、いわゆるショーの方で、うん、まあ、モデルさんが来てですね、まあ、ランウェイ歩いて、まあ、公開されてたんですけど、はい、まあそちらの方がね、今月発売するんじゃないかっていう話があるんで、ああ、ちょっとこの話もしたいなと思うんですけど、はい、いわゆる90年代のマウンテンパーカーであったりとか、うん、ノースフェイスのヌプシを、うん、まあね、まあ、MM6 的な感じで、まあカスタムしてるようなデザインのものが出るんですけど、はい、これちょっと見てもらいたいんですけど、このね、すべてね、あの円形の丸いデザインのものを来た時に、型から落ちて、なんていうんですかね、そのデザインが完成するっていうような作りになってまして、うんうん、はい、あの丸なんで、この袖のこの部分とかチャックとか開けて、こう手を出して、なんていうんですかね、そのベストになるような感じのデザインとかなんで、ちょっと面白いんですけど、ね、あとね、これウィーメンズなんで、メンズは買えないのかっていうふうに思うんですけど、はい、これ、ね、デザイン自体がめちゃくちゃでかいらしいんで、うん、あの、メンズの方もおそらく着てもらえるぐらいのサイズになってるって書いてましたね。はい、マックスで一番高いもので19万ぐらいって言ってましたね。
高いですね。多分それはなんかジャケットとかになると思うんですけど、ちょっと俺面白かったんで、はい、ご紹介したいなと思ったんですけど、ね、はいはい、あとね、あの、マルゼン話少しだけするって言ったんですけど、はい、このね、MM6 っていう、まあ、ウィメンズのラインがあるんですけど、はい、こちらは担当しているデザイナーで、レイキ・サロネンっていう方が、ね、はい、クリエイティブディレクターしてるんですけど、はい、まあ、その人が2018年に MM6 以外で、まあ、自身のブランドのバイナーっていうブランドを立ち上げて、はい、まあ、発売したんですけど、はい、このバイナーっていうブランドの、ちょっとこのワークジャケットが、ちょっと2年ぐらい前にあれを見せて見た時にかっこいいなって思ったんで、まあ、少しそのことを覚えてたんでお話したいなと思うんですけど、はい、MM6 やってるようなデザインとかですね、まあ、打って変わって、はい、オーガニックな、ね、素材を使った全部ね、インドでなんか工程を済ませてるようなデザインなんですけど、はい、まあ、こういったワークジャケットであったりとか、うん、こういったデザインの、トレンチコートみたいなのを出してるんですけど、それがかっこよかったんでちょっとご紹介したいなと思ったんですけど、はい、まあ、その頃レイキ・サロネンっていう方がですね、はい、まあ、その MM6 のクレームディレクターやってるので、今も多分やってると思うんですけど、はい、まあ、その方がとりあえず今回のこのノースフェイスのコラボに関しては、まあ、手掛けてるはずなんで、うん、はい、まあ、少し気になったっていう話なんですけど、はい、はい、なんか噂で聞いたんですけども、スプリームがまたノースフェイスとやるっていう話も出てきてるんですかね。そうですね。はい。ウィーク5でやるんじゃないかっていう話があったんですけど、ね、延期になってるので、はい、まあ、おそらく今年といいますか、まあ、ウィークが終わるまでの間に、はい、多分何か出てくると思うんですけど。あ、なるほど、なるほど。はい、あと、その辺もまた分かればね。そうですね。はい、こちらでまたの動画でね、お伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こういう感じします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing.